今回のバイク女子チャンネルは筑波サーキットでライニングスクール。 150cc の GSX を借りて午前中はパイロンを使った練習、午後はショートコースを走ります。小さなバイクで細かく回る練習はライディングに様々な気づきを与えてくれました。天気も快晴。それでは筑波に行ってみよう。バイク女子チャンネル、皆さんどうもこんにちは。カペプペパルパル、どうもパルパルです。いつもいかにバイクに乗せていただいてるか、ブレーキかけるときはいかに制動期間を短くするかっていうのが、もうお尻が揺れよった、待って腰が引けちゃってるんですよ。慣れないバイクでやるの超怖い。二足はめっちゃやりやすいです。よかったら最後までご覧ください。なってます、こうなってますよね、なんか拒否してますよね。拒否してる。まあ痛くなるはずだろ。うん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 、無理してどんなに、あんまり入れなくてもいいけど自然に入る感じみたい。ちゃんと見たい方向と胸をこういうふうに入れないとダメだよ。ああ。だからなんでか力が入ってる。そう。だから曲がらない、バンクさせらんないもん。曲がらないから。いかに抜けるかっていう。肩の力めっちゃ入ってる。で、ちゃんとだからその、この時に外足のホールドとか、右ならこっちから、ちゃんとホールドしてられるように。なんとなく向いて。で、で、方向向いて。こう、ここから。で、はい、ありがとうございます。横。こう行ったら、はい、必然的に胸がこっち行くから。ああ、そうだ。で、こっちがホールドできてればいいけど、はい、今は単純にこう行っちゃってる。そうじゃない。そうじゃなくて、落としましょう。落としましょう。横に行けるように。横に。こかして引っ張るぐらい。うん。こっちの右も結構乗ってた方がいいですか、ちゃんと。いや、ここまで乗る必要はない。うん、左の方が右回りだったら、じゃあこっちのホールドしてる足の方がちゃんとガシってやったのがいい。右側のスラロームでやったら右側の方に倒れていくから、倒したいんだったらこっちでいいけど、ホールドしたいんだったら外足、外足で、こういかないこと。もう本当、本当自然的に胸がこっちが、そうじゃないから。横、こうなってるってことですよね。そうで、ハンドルは、はい、ハンドルはこう、まっすぐじゃなくて、うん、おっとっと、小指から竹刀を持ってる感じで、うん、ちょっと待ってください。こういう感じで、ここで、はい、大丈夫です。うん。あの足をちゃんと開くと
あのなんか怖くないです。うん、はい、全然怖くない、びっくり、ありがとうございますすごーい、ちゃんと開くと全然怖くない、びっくりした。今日は牛丼とコンビニの野菜スティックを食べます。さて午後やります。お腹がいっぱいになって眠くなっちゃったけど、頑張ります。あー待って、ホールドできてない。あー、できてないよ。もうちょっと頑張んなきゃあるぞ。さっきの定常円でやったことと一緒よ。で、今足りてないのは速度。速度がある。速度悪くから同じことができない。あそこもここもちょっと速度が遅いんですよ。はい、だから速度が遅いからフラッグから同じ。そうそう。怖い。怖くなってる。それは速度が遅くてフラッグから怖いと思って止めちゃって。あ、もうちょっとじゃあ速度出してみて、なんかそうじゃない、行ったらちょっとアウトから入る、それでこうアウトインアウトってのがいいんだけど、アウトから入れば少し余裕があるから、はい、今みたいなインカムで走っちゃうと、立ち上がりがアウトに行っちゃうから速度乗っけられないのよ。アウトから行ってあんまり車速を落とさずにワンって入ってあげれば少しは車速はアウトから、はい、ありがとうございます。アウトから入ってる、はい、アウトから入ってみます、頑張ります。ダメだ、もうすでに手のひらが筋肉痛になってきてて、いやーすごい、もうなんかね、ちゃんと乗るどころじゃないみたいな、全然足ホールドできてないから、やばいな、いやーやばいな、しかもさっきも香織さんに見られちゃったよ、恥ずかしい、恥ずかしい、めっちゃ恥ずかしい。こんな感じで今日はドゥカッティの総公開もこちらでやっているようなので、広いんですよここ。じゃらーん、広い。アウトから入ってみます。頑張ります。車速が高くなれない、左はとことこできてるんだけど、右はやっぱりまだこうなりがち。あ、頑張ります、ありがとうございます。栗川選手の前を追っかけます。終わりました。なんと最後 GoPro つけてたんですが、変更するなんて。今日普通のウェアでも
も大丈夫だって言って昨日やってきたら先導なしじゃないと走れないっていうことで先導って走りました。ゴープロの映像ないんだけど怖い、ちっちゃいけどめっちゃ怖いと思って、本当は足、内股とか使わなきゃいけないのに肩と手が疲れちゃって、すごいなんかガチガチにこう固まって乗ってたのが自分でもわかるんで反省点で次に生かしたいと思います。頑張ります。それじゃあバイバーイ。こんにちは。ルカティ松戸の小川です。今日も小川さんが、スクールお疲れ様でした。皆さんルカティに乗ってたくさん上手になってください。それでは失礼します。失礼しますまで言っちゃった。はい、サングラスかけて失礼ですね。はい、そうですね。V4R がいる。あ、チェッカー出たからちょっと、はい、あの準備します。はい、頑張っていってください。ありがとうございます。はい、端が上から見える。